お疲れ様です、えー。250番です。先ほどライブ配信をやってたんですけど、えー、ライブ配信をやってる途中に、えー、西山さん捕まったの知ってますかと、えー。それについて何かくださいということなんで、えー、動画にさせていただきます。まあ、以前ですね、コラボをさせていただいたこともありますし、展開地舞踏会にも出ていただきました。なので、ちょっとこの動画はね、取り上げにくいっちゃ取り上げにくいんですけど、まあそこは、えー、私も YouTuber なんで、話題のニュースは分、えー、け隔てなく、 これまで配信してきたんで、そこは、えー、フェアに配信させてもらおうかなと思います、えー。まず内容から、えー、確認しますね。ちょっとこっち移動します。この辺に出します。札幌白石警察署は20日、自称東京都に住む YouTuber の西山智則容疑者、過去44を公務執行妨害の疑いで逮捕しました。警察によりますと、西山容疑者は20日午前8時20分ごろ、札幌市白石区東札幌2条3丁目にあるアパート内で、 男性警察官過去24に対して室内にあった果物ナイフのようなものを差し向けて警察官の職務の執行を妨害した疑いが持たれていますと札幌にいたんですかねなんで札幌にいるのかなちょっとわかんないですけど続き読みます警察官は西山容疑者の友人から相談したいことがあると通報を受けて現場に行ったとそして西山容疑者から話を聞いていた最中でした調べに対し西山容疑者は私はそんなことはやってませんという形で 容疑を否認していますすとということですねまあ、本人はやってないということを言っているわけですで。その本人がやってないと言っている以上ですね、まだ確定ということではないんですよ。一応、容疑者の段階では推定無罪の原則というものがありますんで、今の段階では何とも言えないというところになりますね。しかしですね、それだけだとあれなんで、これがもし事実であったとすればですね、警察相手に果物ナイフを向けるというのは、どう考えてもあまりよろしくはないですよね。事実であればですよ。 これが10代の時とかであればね、誰々がね、警察官にね、刃物を向けたらしいよって、おやべえなって、怖いなって。ま、ある種、悪い人がモテるみたいなとこあるじゃないですか。若い時って。なんていうかな、注目されるとかね。そういう感じにゃなるかと思うんですけども、今の年齢ではやらない方がいいですよね。事実であればですけどね。ただ、酔っ払ってたのかもしれないし、本人の言うようにやってないのかもしれません。 まあやってないことがニュースになるということがないわけでもないので、やはり現段階だと、まあ、この先どうなるかっていうのを見てからちゃんと話さないとダメですね。まあ、こんなこと言ってますけど、僕も誰かにナイフを向けたこととかないわけじゃないんですよ。切りつけたこともありますし、まあ、果物ナイフではないんですけど、まあ、そういう鋭利なものを使って刺したこともあるんですよ。だから、人のことをどうこう言えた立場でもないんですけど。 まあ今の僕はですね、人に攻撃的なことをするっていうことはやらないようにしてます。でそれはですね、あの言葉で誰かをディスったりするとか、もうそれレベルのことですらやらないようにしてます。まあ、喧嘩配信をしないでくださいっていうことも言われてますので、僕はですね、もうそれレベルのことでもできないんですよ。そしてそういうのをやってるとですね、必ず自分に返ってくるじゃないですか。だからまあ、誰かを攻撃するっていうことはやめた方がいいですよね。当たり前なことなんですけどね。まあ、例えばね、僕、 今会社で働いてるんで、えー、電車に乗ってる時とか、ツイッター X をね、開いてなんかネタないかなとか探したりすることもあるんですけど、その X 除くと、結構悪口であふれ返ってたりとかするんですよ。人のことを誹謗中傷してインプレッション稼ごうじゃないけど、一般の人でもさ、彼氏の悪口言ってたりとかさ、彼女の悪口言ってたり、友人の陰口言ってたりとか、そういう投稿ってめちゃめちゃ多いじゃないですか。僕はそういういのもひっくるめて 他者を攻撃すするっていいいううのは絶対的にやめた方がいいと思うんですよそれは自分に対して返ってくるからとかいうのももちろん含まれるんですけどそういうさもしい心を持って生活しない方がいいと思うんですよねだってそんなこと書いてたって虚しいじゃないですか誰かのことをなんか悪く言っててもそれ見た人もいい気分しないじゃないですかそして何より自分が得しないんですよね今回だって西山さん全く得してないじゃないですかまあそんなとこですかね これ以上はね、特段言うこともないんですけど、特に。まあ、こんな風に私も言ってますけどね、すごく短期なんですよね、私もね。だから気持ちがわからないということでもないんですけど、ぶち切れて損することっていっぱいあったんですよ。突発的な行動って、後々、あ、損したなって、なんであの時あんなことやったんだなっていうことって多いじゃないですか。まあ、皆様もそういう経験あると思うんですよ。そしてですね、ちょっと YouTube はパクられすぎなんじゃないかと。 いうことも思っててましてなんかヤフコメ民的な人がさ YouTuber がパクられるとまた YouTuber 捕まったよみたいな感じでバカにしてくるでしょうちょっと前にコロアキくんが捕まってガッツさんが捕まってタイソンが捕まってまた次に西山さんかみたいななんかいつも YouTuber って捕まってないみたいな感じになるじゃないですかまあだからねよく考えて行動した方がいいですよねまあちょっと取り上げにくかったんですけど まあ僕が喧嘩をしててあと止めてくれたこととかもありますし、西山さん。その辺のことは僕感謝してるんで、ちょっと取り上げにくかったんですけど、話題があってね、動画にしないというのも、それもまた違う話なんで,で、今回動画にさせていただきました。さっきも言いましたけど、どっちかわかんないですよね。今、否認してるっていう段階なんで、こっから先どうなるかっていうところだと思いますま。ニュースになると、もうそれやっちゃった、それもう間違いなくやったみたいな感じになってしまうので、 そこはしょうがないのかなとも思いますけど、まあこれ以上私はね、その顔を知ってる人が捕まるのをニュースで見るのは嫌だなって思いますね。だから皆さん気をつけましょうということですね。あのさっき言ったツイッターの悪口レベルのことでも今誹謗中傷とかもうるさいんで、いろいろと気をつけて生活していきましょうということになりますかね。えー、そんなところです。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ありがとうございました。